サブチャンネル何ですかそれ違う今日は脱くんのチャンネルに遊びに来ているので僕らは動画撮ってないのでサブチャンだけ回していきたいと思います。はい、見てください。ダッツくんです。今彼は撮影に集中してます。約1万7000人の登録者数がいる YouTuber さんですね。そうです、はい、最高時過去最高時でもこの間見た時もそうでしょ。おそらく、うん、でフォトグラファーの鍋さんと556人ぐらい。ありがたいです。でカメラマンさん鍋さんとモデル今日のモデルのルーダですね。今日はメンズの撮影ですね。はい、ルーダはこの前もマガジンを撮ってくださった、ね、そうですね、一緒にさせてもらって、ね、前回動画多分探したらあるもうないか消しちゃった僕らあのチャンネル改革してて動画消しちゃってるんですよね結構。でもまあチャンネル登録1000人超えたら復活させていこうと思うんで、はい、もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。新しい鈴木さんです。どうもこんにちはYouTube 鈴木さんもゆくゆくは YouTube やりたいですよね。野球系のチャンネルですよね。野球系まあまあ機会あったらやりたいですね野球チャンネルです結構見るんだ。でこんな感じで撮影されています。野球系チャンネルありそうですね。どうですか。楽しいです今日はいつも楽しいですけどなんかすごい椅子が準備されてる、うん、そこのためにあったかもね。そう、あそこに庭があってみんなで遊んでて楽しそうです。あそこですか、うん、バーベキューセット友達のお家ですか。これのそうよ。できるできるパン、かっこいいですよこれは。ちょっと撮りたいですね。かっこいい。何をですか。プログラムやった。踏まれた。怖い。見ないで。帰ってきた。前回もここでサブちゃん撮りました。はい。2個ある感じですか。うまい。懐かしい。泉さんと一緒にモデルさんが仮面が来たら何でもかっこいいですから。なんでそんなちょっとなんかあれなんですか。あんな感じにならないの。ふてくされてるんです。僕が着るよりかっこいいって僕あんなにならないですか。難しいことしたね。なんか世の中不公平。世の中え大人があの自転車に買ったマウンテンバイクすぐパクられてクリスマスプレゼントかなもらってパクられて、はい、でもうすぐやからもうしゃあない連れてったるわって闇市やね、はい、闇市連れてったら友達の名前のシール貼った自転車売られてる。何倍やった俺のやんそれ3000円でもう一回買ったやつ安いですね。パクられて自分でまた買うそういう人間なんで3000円買ったばっかりチャリンコ3000円ってまあまあ安いですね。バリお買い得っすよ。もうちょい何つけたロレックスのパーツモードとかねめちゃくちゃ売ってる今もなくなったみたいですけどね。なくなったんや、はい、だいぶもう西成も綺麗になってすごいね。それではいいねとチャンネル登録うんこ踏んだで。うんこ踏んだ。そういうねん。ということで、どうもありがとうございました。また、来週やりましょうか。はい。はい、じゃあお疲れ様です。バイバーイ。はーい。